東京株式市場は午前中から全面高の展開となりました。日経平均株価の終わり値は昨日に比べ496円高の1万7715円でした。中国政府が12日に株安の要因だった人民元安を抑え抑えるため大規模な為替介入を行ったという観測が広がったことから投資家心理が好転しました。 東京市場は1月4日の大発会からきのうまで戦後初となる6日連続の下落となりましたがことし初めて上昇に転じました。